花屋賞とは、吉富院花屋田正海による、源氏物語の注釈書。源氏花屋賞あるいは、源氏物語花屋賞とも呼ばれる。書写年により1594年7月の成立とされている。源氏物語の注釈の歴史の中では、珍しい女性による注釈書であって花屋田正海による69歳の時の著作。 本書は全部で4巻4冊から構成されており、写本によっては、それぞれの巻に、春の巻、夏の巻、秋の巻、冬の巻と題されているものもある。具案なれば名付けて、花屋賞というなりとする抜群の記述から、花屋賞という署名は、著者自身による命名と考えられ、この署名から、吉都民、花屋玉英との関連を指摘されてきたが、かつては無名の人物が、 身分が高い当時の著名人である花屋田正海に固くしたものであり、真実の著者は不明であるとされてきた。しかしながら、名古屋市放送文庫像本にある署名と著者としから、花屋田正海が1594年7月に著者したことが明らかになったため現在では、本書は花屋田正海の著書であると考えられるようになっている。本書の著者とされる吉富院。 花屋玉栄は、この絵種家の娘である。この絵種家は、上派賞の著者、里村上派などの、源氏物語についての様々な著作を持つ、人物たちと交流があり、また現在代表的な青描写本系統の、写本として様々な広本の定本に採用されている、大島本として知られている写本の切り巻を著者した、正院第代門跡であるは、 玉坂へのおじにあたり、夢浮き橋巻を諸者した大創上法務順三工道長は玉坂への兄弟にあたるなど、玉坂は、源氏物語について深い知識を獲得し得る環境にあったとみられる。花屋玉坂には、本書の他に本書と同様に、源氏物語について、五尺山記名の由来などを内容としているが、啓蒙書的性格のより強い初心者向けの、 注釈書である1602年4月の成立とされる、玉、坂井州なる書物も存在する。当時の最高権力者である、豊臣秀吉は、晩年になってから、源氏物語に興味を示していたが、同人が、源氏物語を学ぶのに使用したらしい。秀吉自筆書写本、源氏物語の誇りも花屋玉坂井が、北満所をネネの次女、ジアに送った。 源氏物語固形図をもとにその冒頭が末尾にあった源氏物語の起こりの部分を秀吉が書写したもので、かつ完成した秀吉自筆書写本には花屋玉栄が改めて置く書きを書き加えている。こうした状況から考えて、秀吉は花屋玉栄から源氏物語について継続的な指導を受けていたのではないかとも考えられている。このような出来事は、 花屋玉坂への、源氏物語についての見識が当時から高く、認められていたことに加えて、豊臣秀吉が豊臣姓を名乗る前には、花屋玉坂への弟である、この江崎久の勇士となって、藤原姓を名乗っていた時期があるなど、この江家が五石家の中でも、豊臣家とは最も近い関係にあることの反映で、あるとも見られる。本書は五釈を主体とした内容であり、 幼き人、女たちばかりなりのために表したとして、初心者向けの平易な内容となっている。初心者向けを意識して書かれた、源氏物語の注釈書としては、本書以前にも一条金吉による、源氏和秘書といったものがあるが、源氏和秘書は、同書によって、基本的なことを学んだ後は、本格的な注釈書に進むことを前提にしていたのに、対して、この、花屋章では、 本書を読むだけで、源氏物語を理解できることを目的としている。そのため、源氏和秘書の内容は、あくまで簡単な語尺にとどまっていたのに比べ、この花屋章では時に、本文館の移動にまで言及している。指名章、川外章、課長余嬢といった注釈書を称賛する一方で、それ以後主流となった三条二種系,系統の流れを組む、数多くの注釈書を、 当たり前のことまでいちいち注釈を加えている。自分の学識をひけらかすだけのものなどと批判している。本書は写本のみで伝存しており、以下のような写本の存在が確認されている。ありがとうございます。